エリック・バイリーは、コートジボワール出身のサッカー選手。マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。コートジボワール代表。ポジションはディフェンダー。2011年に、スペインに渡り、RCD s スパニオールのカンテラに入団。2013年に B チームに昇格し、翌2014年のトップチームデビュー。10月のレアル・ソシエダ戦でリーガ初出場し、 ニかられいの完風勝利に貢献。エスパニョールの若手有望株として注目されていたが、アフリカネーションズカップ2015開催のために、コートジボワール代表に合流していた2015年1月に、ガブリエウ・パウリスタをアーセナル FC に放出したビジャレアル CF が、バイリーの獲得に興味を示し、1月29日にビジャレアルへの移籍が決定。コートジボワール代表が、 同大会で優勝したために、チーム合流が2月末まで遅れたが、初出場となった2月22日の SD、A バルセンで、1から0の完封勝利に貢献した。2016年6月8日に、移籍金4000万ユーロでマンチェスターユナイテッドへ、移籍が決定し、バイリーは2年間の延長オプションのついた4年間の、契約を結んだ。加入直後の8月に、 チームの月間最優秀選手に選ばれるなど期待され、2016から17シーズンは25試合に出場した。2017から18シーズンは2017年11月にくるぶしを負傷した影響で、翌年の2月まで離脱を余儀なくされた。2018から19シーズンにベンチ降格となったことで遺跡が噂されたが残留。そのシーズンに監督のジョゼモーリーニョが解任され、 ポール・ポグバが解任を喜ぶような投稿をした。一方で、バイリーは全市機関に感謝を綴っている。4月28日に人体を負傷し、残りのシーズンを全休した。2014年12月に、アフリカネーションズカップ2015に向けて、コートジボワール代表に初招集。2015年1月11日のナイジェリア代表との親善試合で代表デビュー。 ネーションズカップの優勝を経験した2017年4月7日現在、ありがとうございます。